定しましょう。ミッションスタートです。お待たせいたしました。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークス、このゲームの模様をお送りいたします。ファイターズ先制点を防ぐことができるか。ワンアウトランナー三塁という場面で三森。ファイターズここは外野フライも避けたい場面です。はい、第9球初球に送ってストライク。まずは入れてきました。投げました。縦のスライダー外れてボール。渾身のストレート空振り、追い込んでいます。投球これから4球目。膝元ボール。次が5球目、高速スライダーボール。第6球を投げました。打ちました。鈍いゴロ。中島ボールを取る。一塁へ送る。アウト。これで2アウト。ランナーは3塁変わりません。第9初球はストライク。まずは決めてきました。投げました。スプリット決まってストライク。これで追い込みました。投げました。ボール、アウトコース低め。打ちました。右中間へのフライですが取ってアウト。スリーアウトチェンジ。杉浦ワンアウト3塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって0対0です。ファイターズ見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき